はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。安江でございます。白血病、糖尿病生活の気晴らしね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ現実骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ですね、その最近ちょっとね、まさか自分がここまでになるとは思わなかったんですけども、その卵焼きがね、上手にできるようになりましてね、というのもですね、自分の体のね、病気がきっかけやったんですけども、その僕は2018年の3月7日にですね、血液細胞の異常が出る白血病という病気になりまして、その日にまあ診断されたんですけど、その3月7日に診断されたんですけども、白血病っていうのはですね、血液細胞がね、がんになる病気です。原因は未だ解明されてません。診断される前からその体にね、異変を感じていて、まあ、その年の1月からかな、2018年の1月からね、体力がね、まあ、スタミナがなくなってきたなーってなったって感じで思ってたんですよ。で、まあ、ちょうどね、インフルエンザも流行ったし、ひょっとしたらと思ってね、熱測ってみたらね、39度あったんですよね。でもしかしですね、どこも痛くないし、頭も痛くないし、体の節々も全然痛くないんですよ。でもね、熱だけえらい高いもんですからね、まあ、一応解熱鎮痛剤のね、ロキソニンをね、飲んでたんですけども、まあ一向に熱は下がらずでした。まあお薬飲んでてもね、異変は変わらずやったんで、まあいいかと思ってお薬飲んでるしと思いながらね、まあそのまま普通に生活してたんです。そしたらある日のね、仕事中にですね、いきなり鼻血が出てきて、しかも勢いがすごかったんですよ。で、冬やしね、空気の乾燥もすごかったんで、まあ、インフルエンザも流行ってたんで、まあ、1月だったからね。で、まあ、一応マスクしてたんですよ、このマスクね。で、そのマスクがね、真っ赤っかにね、にじんできまして、まあ、ティッシュを鼻に詰めても追いつかないほどのね、勢いで、ね、出てきたんです。まあ、時間にしたらね、2時間ぐらいの間はね、出続けてましたね。そんな勢いよく出たのは、まあ、その鼻血が一回出たのはね、その日1日だけやったんですけども、で次はね、次第にね、体がむくみ出しました。それと同時にね、身に覚えるないあざがね、もう体中にね、できてきましてね、今となってわかるんですけども、その白血病というのは血液細胞の異常が出る病気なので、その血液細胞がね、がんになるとね、本来の体の働きができなくなって、皮膚や筋肉、ね、内臓や脳といったところに、まあ、ありとあらゆる各臓器にね、異常が出ます。であざはね、その内出血なので、血管が弱ってきて破れて、で血が皮膚の、ね、内部にね、滲んでしまいます。むくみもね、その血の恵みが悪いと生じます。そんな症状が出てきて、やっとですね、これはおかしいなと思って、家の近所にあるそのある病院にね、行ったらね、血液検査をされてですね、まあ、その血液検査した次の日にですね、電話がかかってきて、ちょ命に関わる病気かもしれませんので、今すぐに来てくださいとね、言われてですね、で行ったら、地域にある、そのね、うちの近所の地域にあるんですよね、大学病院のね、紹介状をね、渡されました。そしてそこで急性骨髄性白血病と診断されました。でね、白血病になって入院して、抗がん剤をして、骨髄移植をしてですよ、で副作用、拒絶反応、合併症に悩まされてね、まあ、今でも続いているあの移植変態宿主病というね、 GVH っていうんですけども、それによってね、味覚障害、嗅覚障害、粘膜障害とね、まあ、味覚障害とね、聞けばね、今ちょっと怖いですけどもね、まあ、僕はね、違いますのでね、そのね、味覚障害とね、口の中の粘膜障害のせいでね、そう、食べれるものというかね、そう、最初はね、水すら本当に飲めませんでした。でも入院中はね、薬も吐き出すほどのね、症状だったんです。で、まあそんな感じで入院してて、まあ、2018年のね、12月末にね、あの病院のね、最終終了日、診断日、診療最終日か、ね、その日にね、退院することができたんですけども、まあね、退院する頃にはね、頑張ったらこう日常生活を過ごせるほどまでね、一応回復したんですけども、それまあ頑張ったらですので、頑張ったら普通に生活できるよって感じだったんで、その退院初期はね、めっちゃ辛かったですわ。まあ、今でこそね、こうやってね、しゃべりくり倒せるようになりましたけども、まあ、僕の入院中の動画からずっと見てくれてる人ならですね、その変化分かってくれてると思います。で、今で言うと退院してやっと1年4ヶ月が過ぎましたけども、まあ、ようやくね、副作用も拒絶反応もね、合併症も、まあ、少しずつですけども、本当に穏やかになってきて、まあ、食事も自分なりに考えて安定した食事をね、取れるようになってきました。
まだね症状が出てくるっちゃ出てくるんで、まあ、流動食のような食事しかできてませんけども、まあ、その中でね自分で考えて自分なりに食事をね作ってます。でまだ軽くと粘膜障害でね舌がしびれてほっぺたの内側がねただれてて、まあ、塩分が高かったり味が濃い食べ物はね粘膜にねすごいしみます。めちゃくちゃ辛いしね痛いんです本当に。しみた瞬間ってね口内炎皆さんできるじゃないですか口内炎ね。でそれ忘れててね、ポン酢で何かつけて食べる時ってあるでしょ、醤油とかでも。その時めっちゃ痛いじゃないですか。もうあれがね、常にある状態なんですよ。で、まあそんなね、痛い思いしてまでね、食べたらないわって思うわけですよ。でなのでね、まあその美味しく食べれる、感じれるものがね、限られてくるわけでして、まあ、自分で作らなきゃないんですわ。でもただその味が濃いではなくてですね、味付けが濃いものが痛くて食べれないんです。というかその味付けがもうね、痛いんですよ。例えばかぼちゃのようなもともとその食材自体の味がね濃いものは食べれるんです。しっかりしてるじゃないですか。かぼちゃってねちょっと甘い感じで味付けじゃないわ、あれは味がついてるでしょ。あれはいけるんですけども、その例えばお出汁とかその調味料マヨネーズケチャップとかねあるじゃないですか。料理のさしすせそうっていうやつあるでしょ。そういうのは食べれないんですよ。そういうのがあってその自分で食べれるご飯を作るようになったことがきっかけで、その料理初心者の僕がですねこのようにね料理に向き合うようになったんです。でそれがきっかけでここ最近ではその毎日リハビリとしてね毎日ずっとその息子のねお弁当も作ってますし、でついでにその息子学童行ってるんで学童のお弁当を作ってるんですよ。でついでにその家族の晩ご飯も作るようになりました。最近ねお弁当動画をね投稿してないのはですね、ずっとねお弁当を作った動画をね朝に公開してたんですけども、そのまあただただ朝から撮影してね編集するのがねちょっと体的にしんどくなってきたんで、最近はちょっと動画撮るのをねやめてるんです。でもちゃんと画像には残してます。今どっちかに出てると思うんですけども、まあ、このようにちゃんとね毎日作ってます。でも臨時休校でね学童が続くうちは給食もないんでリハビリになるので、ね、弁当は毎日続けてます。でその自分のリハビリのために料理してますけども、その粘膜障害と味覚障害でね家族の晩ご飯を作るときにね味見ができないんですよ。だから奥さんにね何回も毎回これどう美味しいって聞いて、次はどうしたら改善できそうかなっていうふうに今日聞いてます。でもねその聞きすぎてねめんどくさそうにされる感じがちょっと悲しいんですよ最近ね。まあ味見するとねでもねその口が痛いので仕方ないんですよと思っております。僕はね自分でね奥さんの気持ちはねしばかんないですけども、そう、うん、ね挙句の果てにというかねもうたまになんですけども、もう聞くな、いちいち聞くんやったら作るなやっていう顔に見える時もあるんですね奥さんの顔がね。でもそんな感じで料理をしていってたらその卵焼きが上手になったということです。でも卵の味はわかるんですよ嬉しいことにね。生卵でもねご飯卵かけご飯とかして食べたいんですけども、まあ、僕はその白血病と骨髄移植をしたので、まだその生物っていうのは食べれないのでちょっと残念です。そのまあね卵ってね茹でるのが一番ね味を感じられますね。茹で卵じゃなくてその沸騰してるスープ鍋にね溶き卵入れたらね卵のお花がふわって咲くみたいになるでしょう、まあ、あれが卵の中ではね一番美味しくいただくことができます。そしてねそのちょいちょい出てくるその卵焼きなんですけどもね、その上手に焼けた時のねことを振り返るとですね、ポイントはね油の量にありましたね。その卵をひっくり返す時にですね油が十分に敷かれてたらですねフライパンにひっつくことなく調理ができたんですよ、まあ、皆さんはどうしてるか知りませんけども、僕の調理でうまくいったポイントは油でした。そんな、まあ、油の量が少ないとフライパンにくっつくし焦げるし見た目が美しくないんですよ、まあね、そんなことも考えながらねこれからもね自分のリハビリとして自分の食べれる料理もね家族の料理もね息子のお弁当もねしっかり作っていきます。今日は以上です。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてねこの動画このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。